パリ五輪に挑むなでしこジャパンのメンバーがついに決まった。ここでは12年ぶりのメダル獲得を目指す日本女子代表の選ばれし18人を紹介。今回は DF 清水リ沙だ。日本でも有数の持久力の持ち主で、タッチライン際を何度も上下動できる運動量が特徴の清水リ沙は、なでしこジャパン不動の右サイドバックだ。 直近1年間の代表戦では3得点を決めており、DF 登録選手としては得点力も身につけてきた。4バックの時は右のサイドバック、5バックの時には右のウィングバックとして活躍する清水のダイナミックな働きは、パリ五輪でも鍵を握りそうだ。日テレベレーザ、現、日テレ、東京ベルディベレーザ、の育成組織である日テレメニーナ時代、清水は当初、 攻撃的なポジションを任されていたが、徐々に右サイドバックが主戦場となる。それからは当時、なでしこジャパンの主力を担った、金がゆかり、ゲン、サンフレッチェ広島レジーナ、と有吉沙織、さくは大宮アールディージャベンプス、の二人を手本にして育ってきたという。ベレーザのボールパーソンをするときは、サイドバックの近くに座ってずっとプレーを見ていた。 ベレーザでも不動のサイドバックだった最高の教材を間近で見つめ、数年後にはそのポジションが清水の定位置となった。そして2015年シーズンからのなでしこリーグ5連覇に貢献し、ベレーザの黄金期を築いて、終盤にはキャプテンも任されるほど中心選手となっていった。だが、清水は世界大会では悔し涙をたくさん流してきた。 2012年の U17 女子ワールドカップは、準々決勝で U17 ガーナ女子代表に0対1で敗れてベスト8に止まり、15年の U19 アジア女子選手権では主力としてアジア制覇を達成したものの、翌年の U20 女子 W 杯を怪我で欠場し、出場すら叶なわなかった。18年2月になでしこジャパンデビューを果たすと、そこから一気に右サイドバックの主力を勝ち取ったものの、 19年の女子 W 杯、21年の東京五輪、23年の女子 W 杯も頂点からはほど遠かった。現在のなでしこジャパンの選手は、どこかの年代の世界大会で優勝し、世界一を経験した選手が多いものの、清水は世界大会で敗退ばかりを経験してきた。自分は悔しい思いしかしていない、と話す清水は、だからこそパリ五輪にかけている。 東京 NB からウェストハムユナイテッド、イングランドに移籍した清水は、ヨーロッパ特有の攻守の切り替えが激しいプレースタイルに素早く馴染み、ストロングポイントである走力を活かしながら、長距離を走っても正確なアーリークロスを連発してチームに貢献し続けている。一見すると華奢な体のようだが、ベレーザ時代からウェストハムでの2年間を含め、 どんなチームのどんな監督のもとでも主力を担い続けてきたことが彼女のフットボーラーとしての価値を証明している。悲願の世界大会優勝へ、そのチャンスが今夏に待っている。